どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今私はですねベトナムにいるんですよ。ベトナムホーチミンに来てます。ホーチミン空港なんですけど、いきなりベトナム来ましたけどね。去年の10月に来たんですけどね、はい、これガズのウクレレのクラウドファンディングにね今度始まるんですけど、まだちょっと今遅れてますけどね、ガズのそのガズのねウクレレをクラウドファンディングでこう皆さんに、知っていただいてこうフォローをお願いしたいということで進めておるプロジェクトがベトナムでウクレレを作ってるってことです。今日やっぱりまた現地ちょこちょこ来てね、ベトナムどんなウクレレどんな感じかなってことをね、探りに来たと言いますか、まあなんていうか、まあちょっと蒸し暑いですけど、クソ暑いってことではないですね。心地がいいです、はい、で今日着いたばっかなんで今日はちょっとあれなんですけど、明日ぐらいからまたいろいろ探ってみようと思うんですけれどもね、ホーチミンのね結構いいとこ、もう2回目でねなんか慣れた感じですけど、ヤシの木もたっぷりあるし、はい、でね、ガズのウクレレの、ね、名前が決まりました。はい、はい、これです。ガズのわがままウクレレってことになりました。わがまま言いまくってますから、このウクレレに関してはすごくいい手作業の職人が1本ずつ作ってる手作業のウクレレを、ハンドメイドで作ってるやつを全部無垢板の単板で作ってるんですよね。そのすごくクオリティの高いウクレレ、なるべく安く、そうです、半分とか3分の1くらいの金額を目指してます。もうちょっとで5月の末か6月の頭にクラウドファンディングで、ね、情報公開しますんで、それまでお待ちください。じゃあ今日はねベトナム来てるよという動画をお届けしました。それじゃあね、さよなら。そんなとこに幸せの種をまかれる、優しい風に。